剣道高校3年布施優奈と2年松田亮です。今日はダンス部を紹介します。剣道高校は挨拶日本一を目指している学校です。体育部、文化部合わせて20の部があります。さまざまな部が毎年のように全国大会に出場してるんです。中でもノリに乗っているのがダンス部の皆さんです。軽快なリズムに合わせてみんな楽しそうに毎日練習しています。今年1月に行われた全国大会では全国3位に輝きました。ダンス部の魅力は部員全員が大会に出場するので練習に対する取り組みやみんなが一生懸命なところが魅力です。練習で心がけていることは息の合った踊りができるよう学年を超えて教え合っています。私にも教えてくれますか。みんないいよね。いいよ。以上、剣道高校ダンス部でした。バイバイ。